い、こんにちは。本日はですね、ラーメン動画をね上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日ご紹介するラーメン店なんですけれどもね、栃木県、宇都宮市にございます麺屋かかさんというですね、ちょっとね鶏白湯のですねちょっと力を入れたねラーメン店なんですけれどもね、こちらの方をですねご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。場所的にはですね、宇都宮市のですね、南方面ですね。分かりやすいところでいきますとね、宇都宮市の陸上自衛隊のですね北駐屯地、そのですね向かい側あたりのちょっとね場所的には奥まったね分かりづらい場所にねあるんですけれどもね、まあそういったところでですね、細かいところですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、店の外観はねこのような形でございましてね、ウッド調をですねベースにしたね結構おしゃれなですね店構えでございますね。店内もですね、もうこのようにですね、もうすべてウッド調でですね、本当に落ち着いたですね、形でございましてね。私が入店した時にはですね、こちら平日の昼間だったんですけれどもね、行列はなかったですけど、立地条件にしてはですね、結構お客さんがね、入っていて、まあ、ほぼ客席は埋まっていた状況でございました。メニューはですね、こちらになりましてね、醤油、塩、ね、ありますけれども、なんといってもですねこちらの店は鶏白湯でございましてね、まあ私はね毎回鶏そばをですね、注文するパターンなんですけれども、今回ですねやはりね鶏そば注文しまして、で大盛りね100円増しということでね、鶏そばの大盛りを注文いたしました。マチコスタイルということでですね、まあこのような形で待つことですね、そんなにお客さんがいる割にですね待ちませんでしたね。着丼いたしまして、ビジュアルはですねこのような形でございましてね、もう抜群のですね濃厚鶏白湯っていうね、ビジュアルでございますけれどもね、まあ、そんな感じでございます。そしてですねスープね、こちらになりましてね、若干のねこのとろみがございましてね、で濃厚鶏白湯で深いね鶏のね、旨味コク申し分ありません。最高でございますね。そして、麺がですねこちらでございましてね、細麺のストレートでですね加水率は低めですね、結構パッツンパッツンこうくるようなですね低加水パッツン系のですね麺でございましてね、まあ、非常にこの濃厚なスープをねしっかりね吸い付けて絡みつけるみたいなね、麺でございましてね、抜群の相性でございますね。そしてチャーシューでございますね、チャーシューも比較的厚くねカットされておりまして、味付けもね、塩加減もバッチリでございましてね、美味しかったですね。そしてメンマがね穂先メンマを使用してまして、しっかりとこう味付け系のね、メンマでございましてね、まあそんなところでねこのメンマをね食感を楽しむというよりも、この味をね深い味わいを楽しむ系のですね、メンマというような印象でございますね。そして、味付け卵ですね、まあ、こちらも、まあ、半熟スタイルでね美味しかったですね。で全体的なですね、まあ、印象といたしましてはね、宇都宮でもですね鶏白湯で有名なね、いろんなお店数店ねありますけれども、まあインパクトはですね十分にある鶏白湯のラーメンだということでね、私は、まあ、定期的にですね、お伺いしているところでございますけれどもね、まあ、そういったことで本日はですね、宇都宮のですね、南部にございますね麺屋かかさんの鶏そばをご紹介いたしました。まあね宇都宮のね隠れた鶏白湯の名店ということでね、私男子とおすすめのですね、鶏白湯ラーメン店ということでねご紹介いたしました。またですね、ラーメン動画の方もね積極的に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。